浜流星くん。はい、いきなりですね、肌と肌が触れ合う瞬間には飛び込めるというか、触れ合う瞬間に一気に何も隠すことも遠慮することもなくなった。はい、隣にゆっくり流していきます。そうですね、今パッと顔が浮かんだんで横浜流星くん。はい、いきなりですね、結構最初はね、2人ともものすごい人見知りなんで、言葉も交わせず、非常にこうどうやってこの2人が恋人同士に見えていくんだろうっていうところから始まったんですけど、なんだろうな、こう距離を詰めれたっていうか、何かこう彼の存在とか体温みたいなものが実感できたみたいな瞬間って撮影してて、例えばどのあたりに来たのかなって。撮影だとやっぱりなんかあれですけど、肌と肌が触れ合う瞬間にはなんかすごく私自身が信用できるようになったというか、なんかこう、飛び込めるというか、リハーサルの時点ではなんかこう毎日おはよう、お休みだけでもいいから交わせたらいいねっていう会話もしてたんですけど、なんかこう距離は縮まるんですけど、知ることはなんかできない感じがあったんですけど、撮影だと結構前半にあのりょうくんの家のシーン撮ってたので、撮影しながら、こう触れ合う瞬間に一気に、なんかこう何も隠すことも遠慮することもなくなった感じがありましたね。まあ、多分横浜くんもそうだったのかもしれないね。それを多分感じたから余計に信用できたのかもしれないです。うち来る。怒ってる？結婚の話。いらっしゃいませ。あの時逃げって、湖で手をつないでくれたの覚えてる？最近のとこだろ。なんであいつなんだよ。私のせいで文を傷つけて、文の人生壊した。あいつはお前を誘拐した変態のロリコン野郎だろうが。あなたたちのこと知って吐きそうになった。やっと文が手に入れた幸せなのに。離して、もうやめてくれ。二人の真実は愛よりも切ない。サラサはサラサだけのものだ。誰にも好きにさせちゃいけない。流浪の月。